Hey! Everybody, what's up? はい、ブラザーハイです。沼トークということでですね。ですね、今日は、先日、12月10日に、うちらの、ライブ、今年最後、2022最後のライブをやったんですけれど、その時の、またまた、雑感になっちゃうんだけど、そう、ポルノステイト、ワイルドサイド東京の、高菜が率いる、ポルノステイトの10周年のイベントに、お呼ばれさせていただいたわけなんですよ。はい。でね、あれですね、とりあえず、台湾全部やばかった。12月10日。一つ一つのバンドについて触れるとめちゃ長くなるから、まあ、とりあえずざっくりと、言うと、一番目の文句は、あれですね、ワイサイ高菜が番組でも、俺が司会させてもらってる番組でも、お世話になってる、編集でね、お世話になってる、田中くんがね、なかなか、そうそう、ベースやってんだけど、その、モンクというバンドで、なかなかのね、事件がありまして、ちょっと押したっていうね。まあ、その事件については、後ほどまた、超面白いから、うん。違う動画で話します。おそらく。なかなか伝説になる事件だったので。はい。で、そして、エイプスですね。宇都宮、レペゼン宇都宮、レペゼン栃木、エイプスはもう言わずもがなですね。もう何回も、うちら、対バンさせてもらってて。まあ、演奏も秀逸、そして、喋りも秀逸、そして、キャラも、なんていうの、立ちまくりみたいなさ。はい。そんな感じですね。まあ、相変わらずの感じですね。そして、まあ、客いじりがね、うまいから、なんつったらいいんだろう。会場がね、温まってくれるんだよね。すごく。すごいありがたい存在です。はい。ありがとうございます。そして、まあ、うちらも出て、で、パクト、やばかったね、ほんと。パクトはね、こう、ウッドベースバチバチな感じで、はい。俺、自身としては、サイコビリーというジャンルがあるんだけど、サイコビリーめちゃめちゃ、ほんと超好きな時期があって、そうなんですよ。なかなかライブに行くと、危険な目に遭うという、そういうあれなんですけど、まあ、結構10代ぐらいの頃かな、結構よく行ってましたね、下北だなんだとか、その感じのバチバチ具合で。まあ、音楽性としてはね、サイコビリーというかは、どっちかというと、ハードコアっぽかったんだけど、めちゃめちゃかっこよかったです。パクトー。それで、ポルノステイト。高菜が率いるポルノステイト。めちゃよかったね。うん。あれですよ。いつもね、いつもというか、ほら、今年、北関東フラフラツアーっていうのやってたじゃん。ポルノと回る北関東フラフラツアーと勝手に命名してんだけど、それの時なんかは結構出順の関係で、ポルノをね、だいたいいつもね、2曲とか3曲とかしか見れなかったの。だけどね、今回はポルノが鳥だったから、もうがっつり全曲見て、やっぱね、めちゃめちゃ良かったっすね。うん。そう。さあ、ここから、ポルノを褒めちぎる回になります。メタルなんですよ。要は、スラッシュメタルだよね。うん。まあ、メタルってこう細分化してるから、いや、スラッシュより何々が入ってるよとかっていう人もいるかもしんないけど、それはまあ、うるせえという話で、俺の中では、スラッシュメタルゴリゴリのバンドだと思ってて、そう。で、まあ、大前提で、演奏はめちゃうまい。うまいよね。スラッシュメタル。まあ、メタルって大体うまいんだよね。演奏。すごく。うん。
なんつうの、もう、機械的に要はギターでも何でもこう、やらなきゃいけない、刻まないといけないし、そう、そうなんですよ。そう。で、あの、ポルノは、まあ、とにかく うまいです。はい。ベースのウッチーも、めちゃめちゃ 指弾きとか滑らかに、早弾きもするし、そしてギター、まあ、高永もギター弾くんだけど、まあ、ギターの熊谷さん、ガイさんですね。もう、すごく、うまいっすよ。うん。ソロなんか全然音外さないしね。うん。めっちゃめちゃ早弾きするんだけど、そう。で、そしてね、ドラムのトモさん。ドラムのトモさんっているんだけど、もう身長めっちゃ高くて、もう結構、いがついんですよ。なんかもうほんと格闘家みたいな感じの、なんかめっちゃ威圧的な人なんだけど、そう。そう。俺ね、そう、まあ、ポルノのいい点、めっちゃ俺が好きな点が2点あって、1点がそこで、トモさんが、この北関東フラフラツアーでもそうだったんだけど、まずね、リハ前にさ、こう会場入りしてさ、そうするとね、おもむろにドラムのパッドってあるんだけど、パッドを出して練習し始めるのよ。黙々と。寡黙に。うちらなんかもこう、うちらとか、なんか他の出演者とかが、バカっぱなしをさ、狭い、控え室で、キャーキャーワイワイやってんのに、もう、全然意に介せず、もうがっつりリズム練習してんのよ。そう。で、もうその姿を毎回見せられてさ、うん。まあね、なんつうか例えばさ、ソールドアウトでさ、ワンマンとかさ、あとは例えば大きな、ね、イベントとかだとさ、こう、セパレート、要は、控え室がセパレートで、なんつうの、用意してくれてるから、まあ、要は俺らの個室になってるから、だからね、まあ、すごく集中できたわけよ、そう。だけど、やっぱこういうライブハウスの現場とか、クラブの現場とかだとさ、やっぱ、ね、もう、数十人の、出演者の人がさ、共有するからさ、やっぱり、そこでコミュニケーションしないと、ね、あれだし、ね、とかいう頭が働くし、あとはね、俺なんかはレーベルも主催してるから、そのレーベルのことも考えたりとかで、いろんな話を、いろんな人としたりとかっていうのもさ、すごいあるんだけど、その、トモさんの姿を見てさ、なんつったらいいんだろう。その、自分の中の原点を思い出すというかさ、ああ、これだよねって。こうじゃなきゃダメだよ。音楽家はとかって、すごく身につまされる思いなんですよ。そう。それでいて、12月10日のトモさんの演奏はさらにバキバキだったからね。もうなんか、サイボーグなんじゃねえのっていうぐらいのさ、もうすげえこだわりの人だと思う。俺もね、あんまり会話したことないの。だけどまあ別に、あるいは仲悪いとかそういうわけでもないんだけど、そこまでその、なんつうの、バカっぱなし会話をしたことがないんだけど、俺はすごく尊敬してて、そう。特にさ、ほら、Y さんの社長じゃん、高永がさ、そこのライブじゃない、そこのバンドのメンバーだからさ、やっぱこう、わーってこう、知り合い超いるしさ、うちらなんかよりも全然やっぱ全員が知り合いぐらいだからさ、そう、なのに、めっちゃ科目に練習するっていうさ、やっぱね、そこはね、なんか、空気だよね、そのミュージシャンが発する空気、あの人はこうだなっていう、今はこういう時間なんだよね、あの人はっていうのを、強制的に他に分からせる空気をちゃんと出せてるっていうのは、すごく、
うん、尊敬する。うん。なかなかそういうのってできないから、そう。俺なんかもう全然だからさ、そんなのは。そう。だからね、そう。前編見れてよかったなっていう感じです。はい。それが1点。で、もう1点あります。はい。ちょっと長くなっちゃうね、今回。まあいいや。この動画は、ポルノが見てくれればいいや。あのね、もう1点はね、これね、すごく面白い話なんだけど、あのね、エッジプレイヤーの時代あったでしょ？もう10年近く前だよ。その時に、ちょっとね、P 入れるのがめんどくせえから、名前を伏せるけど、とある渋谷の、まあまあ、大箱というか、まあ中堅の箱をホームにしてたんだよ。まあ当時から見に来てくれてた人たちは、ああ、あそこねってわかると思うんだけど、はいはい、渋谷のあそこっすよ。で、そこを、拠点にしてたんだね。で、で、まあ他の箱も、そこの、まあ結構ね、渋谷が多かったのよ。そう。で、渋谷、海外の箱でやった時に、だからサイクロンとかでもやるし、チェルシーホテルとかさ、あそこら辺でもやるしっていうのでやってて、で、そこで、すごく、上手くてかっこいいバンドがあって、そう。まあ、それもまあ、ちょっと、スピードっていうか、スラッシュメタル系のね、バンドで、で、めっちゃ上手かったのよ。で、まあ、ある程度、なんつうの、界隈では全然名前が通ってるようなバンドだったから、ぜひご一緒したいなって、当時のマネージャーとも、意気投合してさ、あ、じゃあ一緒にちょっと、俺らが拠点にしてる、とある箱でもやろうよっていう話になったの。うん。いいじゃん、いいじゃんっていう。まあ、うちらは結構、歌物あり、ラップありで、だけど結構、変な話、EP より、結構ヘビーだったよね。ゴリッとしてたから。だからちょうどマッチングいいんじゃねえかって思って。で、それで、そう、ブッキングしたのよ。拠点の箱。拠点箱と呼ぼう。拠点箱に、ブッキングしたの。で、そしたらね、まあ、ライブ、まあ、いつも通り終わってさ、うん。そしたら、その、マネージャーさん経由で、その拠点箱から、あのバンドは NG です、これからって言われたのよ。そう。なんでって思って、あんな上手くて、まあまあ結構、集客も結構あるバンドなのに、なんでって思って、で、理由を聞いたら、その拠点箱の、経営方針っていうのがあって、エンタメじゃなきゃダメって。ちょっとでも、やっぱりエンターテイメントを してもらわないとダメなんですよ、うちの箱は。っていうのが理由だったんだって。うん。そう。本当に俺はそれショック受けてさ、イラッときたんだけど、まあ、すげえかっこよくて、こっちから声かけてたのに何それっていうのもあるんだけど、すごいね、なるほどと思ってしまったんだよね。うん。まあ、結構さ、そういうスラッシュメタル界隈とか、まあメタルもそうなんだけど、世界観を、ぐわーって作り上げて、なんだろう、MC なんか一言もなかったりとか、MC するにしてもその世界観の中で MC を作って、で、それで要は、エンターテイン。要は、お客さんを、なんか、乗せたりとか、お客さんとの、なんつうの、サウンドの中での対話とか、なんかそういうのを、一切しないで、まあ、俺らが呼んだバンドは、まあ、もちろんバンド名も伏せますよ、名誉のために。そう、要は、ぐわーって世界観作って、演奏して、MC 一個もなく、バッて去っていくっていう、そういうスタイルだったわけよ。で、まあ、俺はそれがすごい気に入ってたっていうか、まあ、そうあるべきでしょっていうのも、ね、あったし、うん。そう。で、それで、ね、はい、集客もある、演奏うまい、ね、一緒に、やるよね、そりゃっていうので、
望んだわけなんだけど、箱的にはエンターテインしない、エンターテイメントじゃない、バンドさん、アーティストさんは、うちはお断りしてるんですって、ね、言われちゃってさ、でもすごい、なるほどなって思ってしまったんだよ。はい。っていう話がまずあって、うん。で、結構さ、まあ、俺の主観だよ。超絶主観。めちゃくちゃそのエンターテイメントっていうか、超飛び越えちゃって、なんつうの、演奏はもうめちゃめちゃこう、なんつうの、ゴリッとメタルするんだけど、MC になるともう、やたらもうなんかお笑いみたいになっちゃう、場合とかも、の人とかもやっぱり、いたりとかね、結構したりとかするし、結構、なんつったらいいんだろう、俺の中の印象ではバランスな人たちが結構多いなとは思ってて、メタル界隈でね、うん。そう。まあその、飛び越えちゃってんのも、度が行き過ぎるとまたそれが面白かったりするんだけど、そう。でもそこまで行ききれてる、あ、そうだ、もう一つ忘れてた。あれで、ヘルダンプだよ、ヘルダンプ。そう、いい時に思い出した。ヘルダンプは、12月10日に出たんですよ、一緒に。ヘルダンプは、何歳んだろう、飛び越えまくってて、人気者だよね。あんだけできてたら、もう最強だよね。まあ、演奏ももちろん、いいし、歌もやたらうまいし、あとメンバーのキャラも超絶いいし、そう。ヘルダンプはやばかったね。まあまあまあいいや。とりあえず、今回は、ポルノステイトなんで、そう。それで、ポルノステイトって、めっちゃめちゃバランスがいいのよ。そこら辺の。ゴーって演奏して世界観作りまくって、うわ、この人たち怖い感じかなっていう、その感じね。っていうのがあるんだけど、MC が、高輪がね、バランスが良いの、とても。そう。なんかね、こう、お笑いというかね、なんつうの、ぶっちゃけすぎないし、だけど、なんていうの、その今まで作ってた、世界観を壊しすぎない程度に壊してくれるの。だから、次の曲も見たくなるのよ。俺ね、結構ね、メタルのバンドって、たまにトゥーマッチになっちゃう時があって、2曲ぐらいしか見れねえなっていう人たちが結構ね、多かったりするのよ。うん。そう。まあ、主観だよ。まあ、好みだからね、別にいいよね。うん。それで、そう、だから、宇都宮とかでさ、よく、フラフラツアーで、最初の頃に、高輪に、話したんだけど、ポルノってすごくエンターテインメントしてるよねって。メタル界隈では、あまり見ない感じの、あれだよねっていう風な話をしてさ、まあ、高長的には、こう、ハテナマークがいっぱいついてた感じだったんだけど、俺はすごくあ、やべえ、箱の名前言いそうになったぜ。まあ、拠点箱でのそのショッキングな一件をずーっともう10年以上かもずーっと覚えてて、そう、もうマジ鮮明に覚えてて、でそれをなんて言うんだろう、クリアしているメタルバンドだなと。まあもちろん技術もそうだし、キャラもいいし、まあもちろんそういう風な雰囲気を作ってるのは高長なんだけど、おしゃべりするのは ほぼほぼ高長だからさ。そう。そして、あれだよね、ギターのガイさんもかなり、キャラが立ってるんですよ。髪の毛サラッサラでさ。うん。そう。で、たまに見せるステップが結構、俺はすごい好みですね。で、そしてまあ、ウッチーは、ベースのウッチーはもう、結構、界隈では有名人な、なかなかどぎついキャラですからね。そう。で、そこに加えて、ドラムのトモさんっていう。そう、だからね、すげえキャッチーなのよ。
あの、ポルノステイトって。そう。だからみんなポルノステイトね、あの、チェックしてくださいよって感じ。うん。曲はスラッシュメタルだけどさ、そう。スラッシュメタルでもう歌はずっとなんかこう、シャウトしてる感じなんだけど、あの、曲の、そう、あ、そう、あの、曲の構成とかもね、結構ね、あの、なんだろう、お客さんにだからこう、煽るものが多いのよ。結構ね、メタルってね、ないバンドがあるのよ。多いのよ、結構。うちらなんかは煽りっぱなしじゃん。40分とかのセットだったらずーっと煽ってる感じじゃん、もう。そう。なんだけど、メタルって意外と、要は、あの、見せつけるっていう感じだからさ。うちらの、俺らの世界観を見せつけるぜっていうか、そういう感じだからさ。まあまあ、もともと、あの、メタルキッズではあったからさ、中高と、ほぼほぼメタルばっかり聴いてたから、まあそこら辺のあれなんだけどさ。そうなんですよ。だからね、ポルノステイト要チェックなんですよ。うん。という、2点ですね、ポルノステイトの。やべえとこ、2点。いやー、話したな、やべえな、これ。20分くらい話したよ。まあまあ、でも、12月10日、来てくださった方々、ありがとうございます。ステージから見えましたよ。あの、ディギーキャップ被ってる方とかもいたし、あとはあれだね、よく、ね、あの、ここでもコメントくれる、みぞさんともちょっと、お話できたりとか、あとは、あれですね、ど忘れしてしまった。お裾分けじゃねえや。あ、差し入れだ、差し入れ。お裾分けじゃねえよな。やばいな。いただいちゃったりとか、した方もいて、ありがとうございますという感じです。てなことで、まあ、来年多分ね、一発目は、岐阜かな、その岐阜。うん、になるかもしれない。うん。まあ、さすがに今の時期からは、オファー来ないと思うから。うん。まあまあ、とりあえず岐阜で会いましょうという感じでございますね。はい。あとは、うちの、ね、ボイジャー!やっと言えたよ、ボイジャー。本当に仕込み超大変だった。うん。よろしくお願いしますということで。そして、おそらく前回の、沼トークでお目見えした、ジンくんね。うん。ジンくんはね、今ね、こう、頑張って、いろいろなことを構築している感じなのでね。うん。まあ、全然、もともとすごくライブとか制作ガンガンやってて、素養がめちゃあるから、スピードは速いんだけどね。とかっていう新人さんもいるんだけど、まあ、もろもろ、含めて、ヒマノイズレコーズよろしくお願いしますということで、はい。EP をもう負けじと頑張ります。ってな感じで、ポルノステイト10周年おめでとうございますということで、褒めちぎる回でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。